皆さん、こんこにいろいろと知らない言葉が出てきて混乱している人も多いと思います音程やダイアトニックコードなどは理解できましたかでも音楽理論は知っているだけでは使えませんスピードが求められる場合も多いですこれまでの話を難しく感じている人も基本的な足し算引き算でつまずいている可能性が高いです 今回は音程を測る速度アップの方法をお話ししたいと思います。今回の内容を理解すれば音の距離音程を考える時やコードネームからコードトーンを考える時間も大幅に短縮されるでしょう。ダイアトニックコードも理解が進み覚えやすくなります。合計9の法則すべての音程は逆さまに数えると。 合計9になります例えば、ドからファの完全4度ですが、ひっくり返すと、ファから、ドで、完全5度になります。4たす5で、合計9です。もう一つ、ドからミのメジャー3度ですが、逆さまにすると、メからド、マイナー6、カッコ。 メジャーとマイナーが変わりますが 3+6 で合計9ですこの2つの例のように完全音程はそのままですメジャーとマイナーオーギュメントとディミニッシュはそれらが入れ替わりますでも合計は変わらず9なのですキー C で確認してみます からレレからミファからソソからララからシはメジャー2度ですひっくり返すとマイナー7度ですミからファシからド マイナー2度です。ひっくり返すと、メジャー7度です。マイナー2度、イコール、半音の2箇所、ミトファ、シトドに気をつけておけば、大丈夫です。他は、メジャー2度です。逆さまにしたときにも、メジャー7度が出てくるのは、この2箇所だけです。 これをキー C ーのダイアトニックコードで考えると C メジャー7と F メジャー7だけです他はすべてマイナー7度になります整理してみれば当たり前のことですがなかなかこういう思考は掛け算の九九のように全体を覚えてしまわないと難しいです同じように 3度と6度で考えてみます。トからミ、ファからラ、トからシはメジャー3度です。これらはダイアトニックコードで考えても、C メジャーセブン、F メジャーセブン、G7 と3箇所ともメジャーコードです。他はすべてマイナーコードになります。 6度にひっくり返してみると上記3箇所はマイナー6度になりコードには使わない音程です e ー、a マイナー、b マイナーフラット5には6コードはありません逆に他の4箇所はメジャー6の音程になり6コードができます 4度と5度に行きます。4度の中でもファとシはトライトーンでオーギュメント4です反対のシとファは同じくトライトーンのディミニッシュ5です他はは全て完全音程です同じ音のユニゾンとオクターブは全て完全1度と完全8度で合計9です メジャースケールに出てくる音程はあらかじめ覚えておき音程を測るときには同じように考えればかなり速度アップが見込めます特徴的なところだけで良いですので意外と覚えることは少ないです補足のため確認問題を出します例題1でからファは何度でしょうかまた反対にしてファから は何度でしょうか答えマイナー3度とメジャー6になります例題にミからファは何度でしょうかまた反対にしてファからミは何度でしょうか答えは マイナー2度とメジャー7度です例題3:2からドフラットは何度でしょうかまた反対にしてドフラットからミは何度でしょうか答えはディミニッシュ 6° 度とオーギュメント3です例題4 ダイアトニックコードでフラット5になるのは何度のコードかキー C で考えると楽です答えフラット5になるのは7度マイナーセブン、フラット5一箇所だけです例題5ダイアトニックコードの主要3音3コードを度数で答えてください ヒントメジャースケールにメジャーサンドが出てくる場所は3箇所しかありません2つはメジャーセブン、1つはセブンスコードです答え1度メジャー74度メジャー75度7最後までご視聴ありがとうございました グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。